まだこの学校にそれほどの人間がいたのか、一度会っておきたいな。ほらほら坊ちゃま、こぼしておりますよ。いいな、俺も甘えてみて。誰だよ、空気読めねえな。女嫁発見。こんなところで一家団らんか。油断しすぎだぜ、オガ。MK5、 あまりの残虐さに近づく者はいない。というか近づきたくない奴ら、マジで空気読めない5人組 MK5。 けけ、東方神起だけが石山じゃねえんだよ。嫁とガキの命が。命を惜しむのは貴様らの方だ。貴様ら名前は？え、怒り。ちょっと島村のかちゃん。射殺。しかもなんて理不尽なギャラ障害。つうか大が嫁容赦ねえ。嘘だろ。空気読めや。ダメだこりゃ。あの二人どんどん息が合ってくよな。トガと MK5 がやり合ったらしいぞ。マジかよ、あいつら空気読めよ。またオガ、仕方ないわね。姉さん、かわいい。何あの女。これやったのほとんど女の方だろ。ああ、まさに最強夫婦だな。夫婦夫婦ってどういうこと。だからあの金髪の姉ちゃんがオガの嫁。いいよな。で、おい、グニエだ。そうなんだ。一度ならず二度までも。うちらで何とかするしかない。